ババツーマ組はロビンソン・マクダミエルの60分の3本勝負、そしてこれよりリング上はセミファイナルを迎えようとしております。今週は東京スポーツ新聞社山田隆さんの解説です。山田さん、どうぞよろしくお願い申し上げます。どうぞよろしく。さて、花道にアブドラザ・ブッチャーが登場してまいりました。10月13日の名古屋大会、先週放送でお送りいたしました。ジャンボ鶴谷に2対1快勝、狂気を使わずレスリングのいわゆるクリーンファイトでタイトルを奪取いたしましたアブドラザ・ブッチャーであります。これは第6代のユナイテッドナショナルヘビー級の王座についたわけであります。まさに秋の大型台風。しかし、ジャンボ鶴田を2対1で破ってのタイトル奪取ですからね。そうなんですね。相当まあ喜んでもいいと思うんですけれども、さあ今日のセミファイナル、ゴングが鳴りました。当は鎌田が登場しております。相手は日本チームミスター富士であります。名古屋大会のユナイテッドナショナルヘビー級の選手権、はい、3本目の豪快なバックフリップ、これは対テリー戦の時の秘密兵器だったわけですよね。そうですね、これをうまく使いましたね。ブッチャーとしてはね、はい、まあ、ああいった技を思い切って出してきた、というところに、まあ、やはり何が何でもタイトルを取ってやろうという意欲が見れるんですかね、はい、まあ、やはり取ったら取ったで、まあ、さっきのコメントではないんですけれども、うん、非常にね欲を燃やすと、うん、まあ、本当に考えられないぐらい貪欲ですね。あ、なるほどね。では、まあ、試合前にテレビ岩手のニュースのワイドショーにも出演いたしました、このアブドラザ・ブッチャー、長井アナウンサーのインタビューがあったんですけれども、非常に、まあ、女性のアナウンサーだったわけですけれども、ゆっくりとそして丁寧な答えをしておりました。そのアブドラザ・ブッチャーです。さあ、リング上ミスター桜田が登場してまいりました。この桜田選手も開幕戦いいファイトを見せたんですが、もう顔面完全に血塗られまして相当流血しました ね。 そうですね。今夜は復讐に燃えてますよね、うん、まあ、ただね、私はあの試合を見ましてね、はい、桜田君に成長したなと思ったのは、まあ、あれだけ流血したら昔の桜田君ならかなりガタガタになってしまうんですよね、はい、今では平気ですね。あ、そうですね。やはりあの本場でね、揉み抜かれたということはね、大きな強みですね。そうですね。今日もこの岩田県営体育館に一番乗りを果たしましたミスター桜田。バーベルの練習、非常に熱が入っておりました。今夜はアブドラザ・ブッチャーが相手チームにいるので絶対に復讐してやるんだというふうに言っております。ミスター桜田、ミスター富士組の日本チームであります。そのミスター桜田が飛び込んでまいりました。相手は柔道館アフルル、キラー東亜鎌田。このキラー東亜鎌田も非常にベストコンディションで今回来日を果たしました。サイドのヘッドロックにとっております。どうしても山田さん、お話の方はユナイテッドナショナルヘビー級のベルトに戻るんですけれども、初代のチャンピオンがジャンボ鶴田、2代目がロビンソン、3代目が鶴田、4代目がマードック、5代目がジャンボ鶴田、このアブドラザ・ブッチャーは第6代ということになりますね。そうですね、まあ、ジャンボとして見れば、はい、過去にもこのベルトを失ったことはあるわけですが、まあ、失ったことそのものはね、うん、まあ、瞬間的にはショックでしょうが、はい、まあ、取られたものは取り返せばいいという気持ちはあるんでしょうけれども、はい、相手がブッチャーだったというところにですね、非常に精神的な大きなダメージがあるわけですね、はい、そうですね、まあ、当然リターンマッチの権利のありますジャンボ鶴田ですが、ロードプレアス PWF の会長はすでにハワイに帰りましたけれども、どうやら OK を出しまして、今入った情報なんですけれども、再来週テレビでお送りする横浜大会ブッチャーテリー戦、これはユナイテッドナショナルヘビー級の選手権に決定になりましたが、この勝者にジャンボ鶴田が、このシリーズの最終放送になりますけれども、松本の県営体育館で挑戦ということが決定になりました。どうやらリターンマッチ決定しそうですね。そうですね、はい、さあ、ユナイテッドナショナルヘビー級のニューチャンピオンアブドラザ・ブッチャー、声援に支えられましてリングに登場してまいりました。また開幕戦のあの血みどろの対決を思い出します。相手はミスター桜田との一騎打ちになりました。ニューチャンピオン、チャンピオンになってからのこのアブドラザ・ブッチャーの動きはどうでしょうか。地獄突き、思い切って地獄突きをかませました。今日もコンクリートバンテージを巻いています。早いですね。早いですね、スピードがあるということだけで、タイミングがいいですね。そうですね、日本で PWF、インタータグ、そして UN と、まあ、3大タイトル制覇の実力者、まさに秋の陣、本当に狂乱の風を巻き起こそうとしております、このアブドラザ・ブッチャーであります。おっと、さあ、ミスター桜田も非常に頑張ります。しかし地獄突き一発で倒れ込みました。本当にあの恐怖ののどつき、一瞬呼吸が止まるようですね。そうですね、それと同時に今もチラッと見せたんですが、はい、ブッチャーのディフェンスがいいですね。そうですね、はい、自分に対する過激に対しては、はい、自分の肘を使って、はい、さあ、ブッチャー軍団は両方の肩をぶち当てました。うまいですね。強烈な、ものすごいぶちかましであります。今度はニードロップを打とうとする、
キラー東亜鎌田であります。やはりね桜田君が大きくて、ハーフだということを十分に計算に入れて2人がかりをやってますね。そうですね、その辺やはりねブッチャーがあの前のように決して無理をしないで、非常にあの頭脳的なファイトに切り替えてきてるという点を注意しなきゃいけませんね。それから今夜メイベント、この試合の後に行われるインターナショナルファイト選手権の、まあ、今夜の結果以下ですけれども、ロビンソン・マクダニエル組がうまく勝利になりますと、タイトルを奪取いたしますと、ロビンソンは予定通り稚内大会で帰国いたしますので、したがってインタータッグのベルトは AWA ゾーンへ海外流出ということになります。さあ荒れてまいりましたセミファイナルです。アブダードブッチャーがミスター桜田を捉えて本部席の机の角にぶつけました。また流血しなければいいんですけれども、相当強い勢いで打っています。今度はミスター富士の額に思い切って自分に行き、ミスター富士も返します。なお馬場鶴田組が防衛の場合にはブッチャー鎌田が挑戦の意思を表明しておりまして、実現の運びとなりましたけれども、そのインターナショナルタッグ選手権は3週間後の放送後楽園ホールで決定であります。非常に波乱含みのタイトルの移動であります。この後行われますインターナショナルタッグ選手権、馬場鶴田が防衛なるでしょうか、それともロビンソン・マクダニエル組が勝つでありましょうか。さあリング上に再び注目、それからピッチャー絡みはいよいよ山田さん、来週の放送は稚内大会からテリー・ファンクがやってまいりますね。そうですね、まあ、とにかくねテリーとブッチャーといえばね、もう日本中の全国のファンがご存知のように大変因縁含み、これはもうどうしたって大波乱ですね。そうですね、そしてこのテリー対アブドラザ・ブッチャーの一騎打ちは再来週横浜文化体育館から中継でお伝えしますが、予定通りユナイテッドナショナルのヘビー級の選手権試合になりました。山さん、テリーの最新情報届いてますか。アフリカからね、遠征してから帰ってから、しばらくアマリロで静養してたんですけれども、最近ですねジョージア州のアトランタ地区に、出てきてますね、まあまあメインコースですかね。まあ、ごく最近の試合ではね、回復面のねウバルディスリムというのをリングアウトで破ったんですがね、なんとその正体がねダスティーローデスだったんですよ。あのフロリダの帝王ダスティーローデスですか。そうなんです。それがスリムというのもいかにもアメリカ的ですね。そうですね、あのトッチョなそうですがね、スリムという名前で出てきたんですがね、これはねすごい試合だったらしいですよ。テリーもちょっと血だるまになってテリーが勝ったんですね、あのリングアウトで勝ちました。そうですか、とっても元気でね、日本のあの試合にはね、もうベストコンディションで行きたいと言ってるそうですね、そうですか。いよいよ来週の稚内大会からそのテリーファンクがやってまいります。そして今リング上のこのアブドラザ・ブッチャーとの一騎打ちも待っています。さあミスター富士を捉えて何でもっていくか、肩からぶつかった、ものすごい勢いだ、一発で場外に投げ飛ばしましたアブドラザ・ブッチャーです。さあ早くも放送席の目前でアブドラザ・ブッチャーのランランと光る目、ユナイテッドナショナルヘビー級の王座についたアブドラザ・ブッチャー、ミスター富士を思い切って放送席に投げつけます。思い切って放送席に投げつけますアブドラザ・ブッチャーです。またしても狂乱のファイト、盛岡の岩手県営体育館です。さあこれにミスター桜田も加わりました。桃田義弘リングアナウンサーも懸命に中に割って入りました。さあアブドラザ・ブッチャーとミスター富士がやり合っております。アブドラザ・ブッチャーとミスター富士がやり合っております。あのユナイテッドナショナルヘビー級の選手権には場外乱戦はなかったですがね、完全に富士の人に割れましたね。割れましたね、完全にこの赤い鉄柱攻撃によりましてミスター富士の顔面が真っ二つに割れました。またしても流血戦であります。さあリング上にはアブドラザ・ブッチャー、場外ではミスター桜田が東亜鎌田をやっています。さあヘッドバットを打ちました、アブドラザ・ブッチャーのヘッドバット、ミスター富士の出血がさらにひどくなりました、さらにひどくなりました、正面からヘッドバット強烈、ものすごい勢いです。一方のミスター桜田は、東亜鎌田を捕まえましてこの広い、岩手県営体育館の北側の方まで飛んでいってしまいました。リング上に再びご注目いたしましょう。アブドラザ・ブッチャーです。ものすごい流血、ザラザラと流れるミスター富士、そして思い切って右の肩に抱いた、さあ右の肩に抱いた、なんでいく、いきました。前回のユナイテッドナショナルヘビー級の選手権ジャンボ鶴田から奪いました。ものすごい山嵐、またしても決めました。前回のジャンボ鶴田は両方の肩の上に抱いて、フリップを打ったんですけれども、今日はもう右の肩一つでしたね。そうですね、あの非常にね